集チャンネル。はい、にえちゃんいらです。山本です。はい、今日はですね、新しいゲスト、新井さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新井さん、今日はどちらの企業のお話をしていただけますでしょうか。日本サブウェイ。サブウェイ。じゃあちょっとサブウェイについてですね、ちょっとお聞きしたいと思うんですが、飲食業で、まあ、店舗もあれだけ出てるんで、サブウェイ知らない人もあんまりいないかなと思うんですが、そろそろその裏側、内部の人たちがどんなことをしてるのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、どんなことをしてるんですか。フランチャイズチェーンですので、まあ、フランチャイズのオーナーさんを開拓するというような仕事が一つあります。あと基本的に、まあ、オーナーさんが物件を探すんですけども、まあ、オーナーさんだけですとなかなか見つからないともあるので、物件開発もいます。あと日本の場合商品開発ですね、日本独自の商品を開発して投入するというような仕事、あとは管理的な人事ですとか総務があります。それとスーパーバイザーをですね抱えている、まあ、店舗営業的な部署もありまして、そこが全国に行ってフランチャイズオーナーさんと話をして経営指導しているというような、そういう部署ですね。全部フランチャイズですか。ですね、今直営が少し増えてきたみたいですけども、まあ、アメリカの場合は直営店ゼロなんです。もう全て FC 店。日本はなかなかそれを目指してた時期もあったみたいですけど、今はそうなってないみたいですね。今おっしゃられたその部署っていうのは、なんか部署の人数の割合とかでいうとどういった感じで増えてる。日本の場合非常に人数少なくてですね、はい、スーパーバイザーは店舗数に応じてなので、まあ、7、8人ぐらいいると思いますけども、他の部署はもう数人程度しかいない。物件開発は1人ぐらいしかいないです。めっちゃ少なくないですか。基本的に本部は小さいほどいいというふうに考えてまして、できるだけ少ない人数でやると、で直営もなしでっていうのが考え方なの で大元のマーケティング的なものはアメリカでやってますので、日本はそれを見ながら日本独自の展開をするということですので、そうは言っても、まあ、日本独自のものをやらなきゃいけないので、日本の場合少し多いですかね。 4、5人ぐらいは日本はいるんですかね。部署でいうと、じゃあどちらの部署が一番なんか人気が。人気はですね、やはりマーケティングですね、まあ、商品開発、それはプロモーション企画が人気があって、これはまあ中東の募集した場合にやっぱ応募を一番多いですよね。いろんな会社で経験した人がやってきますね。いろんな外資のブランドでやってきた人なんか来ますので、いろんなとこ多分そういったマーケを経験された方が入社されてるとは思うんですけど、実際なんかこういう人材が欲しいっていうか、どういう人を求めてらっしゃるんですか。一番は粗利が取れる商品が作れて、ファーストフード、マック、KFC なんかよりも売れるようなプロモーションを考えられる人、一番贅沢なことなんですけど、なかなかやっぱサンドイッチって売りづらいと言いますか、なかなか売れないんですよね。それはやはりカフェが増えてきたってこともありますし、あとコンビニのサンドイッチもたくさんありますし、サンドイッチを買う場所っていうのはサンドイッチ専門店だけではないってことなんですよね。なのでそういうやっぱヒット商品を生むための企画ができる人が必要だしね。じゃあもう今サブウェイ近年はピンチなんですか。閉店もずっと進んでいて、どっかでそこは打つんだろうと思いますけど、まだそこは打ってないと思うんですよね。消費者側からして、結構僕は高校生ぐらいの時からサブウェイ使ってまして、それを見ると割となんか最近こう新商品を打ち出すようになったなって感じるんですけど、この10年15年の中でなんかそういうマーケの変化って結構あったりした。基本的には同じでして、やっぱ季節限定品を一生懸命作ってそれを訴求していくということは変わらないんですよね、はい、ただどういったものを出すかというのはちょっとここ最近変わったように思いますね。ずっとチキンが多かったんですけど、はいはい、最近はちょっとあったかめのキノコとかですね使ったりもしてますので、少し変わってきたかなと思います。それはなぜこう変わった。やはりチキンだけですと飽きられますし、そこが一番大きいんだと思いますし、先ほどおっしゃったようにコンビニとか他の企業さんもだいぶ商品力が上がってきたっていうところもあって、なんか商品手こ入れしないとなみたいな感じなんですか。そうでしょうね、常に手こ入れは頑張ってらっしゃるんですけど、根付けが難しいんですよね。いいものを作っても800円ではなかなかお客様も買ってくれませんし、どうしてもやっぱ税込みで500円前後の展開になっちゃうんですよね。そうすると中に入れるものも限られてきちゃうっていうのがあるんですよね、はい、でやっぱりタンパク質、肉系が欲しいんですけど、肉系で一番安いのってチキンですので、チキン、ポーク、ビーフになるんで、そうするとなかなかビーフは使えないというのがあって、チキンに集中しちゃうっていうのがで、マンネリはあったのかもしれませんね。ただもうしょうがないんですよね。その値段じゃないと売れないっていうのは事実なので、あと日本の場合野菜が高いので、なかなかその原価っていうのは厳しいんですよね。野菜がもうなんかメインみたいになってますもんね、サブウェイって。そうなんですよね。一時期野菜のサブウェイっていう風に歌ってやってましたので、どうしてもお客様はいい野菜を食べたいっていうのはある。もう原価が高いんで大変そうですね出店の場所だとか店舗内の面積も結構やっぱりすごい狭い店が多いイメージなんですけど、
っぱそこはそういった原価との兼ね合いでどうしても狭くなっちゃうんですかね。そうですね、物件の費用、賃料は安ければ安いほどいいって、まあ、当たり前なんですけども、うん、売上見込みに応じて、まあ、選んだ場合に、まあ、それほど賃料は払えないと、うん、そうすると駅からちょっと離れたところ、まあ、駅前といっても、まあ、都心から離れたところ、うん、面積も小さくなる、うん、間口も狭くなるっていうふうになって、売上の限界を見た時の払える賃料でってなった時に確保できるのが今の物件ということです。それではなかなかいい場所に出せないので、直営としていい場所を抑えて、赤字じゃ困るんですけども、トントンぐらいでもっていうところは、まあ直営で抑えて露出を高めていこうっていうことですね、はい、基本的にはやっぱりあの日本のホカ弁のようなものなので、きちっと客席を設けてハンバーガーみたいにですねやるようなものじゃないんですよね。あったとしても簡単に座って食べれる場所っていうことだったんで、日本の場合それではちょっとお客様飽き足らないっていうかですね、満足されないので立派な客席をってなるんですけど、今度投資が高くなって、損益分岐が高くなってしまう。サブウェイにこう加盟しようと思ったらいくらくらいかかるんですか。ホームページには出てますけど、加盟金と含めて初期に350万ぐらいは必要だと思うんですけどね、はい、いいじゃん。いやいやいやまあ、あと物件を抑えて内装なんかもしますから、まあ、3000万から4000万ぐらいは必要ですね。ちなみにその1店舗あたりの利益率とかでいうと、利益率も本当バラバラで、まあ、赤字の店も少なくないですし、儲かる店は売上高の利益率 10% ぐらいもありますけど、そんなにはもういかない店の方が多いんじゃないですかね。モデルケースとしては何年回収なんですか。モデルはまあ単純5年なんですよ。すごい飲食店のまあ一般的な利益率という感じですよね、 10%。 まあそうですね、まあ、そこぐらいいけば健全ですよね。競合とかでいうと、まあ、先ほどその言ったコンビニでもサンドイッチ出してるしというお話あったと思うんですが、こうベンチマークみたいな、ここのいう店舗店を意識してるみたいなのってあったりするんですか。そうですね、やっぱりあのコンビニとカフェのサンドイッチはよく見てますよね。あと、まあ、マックのサンドイッチ、サンドイッチってまあハンバーガーも含めてですけど、それは見てますよね。中身何を挟んで出してるのかって、中身が関心があるんですね、皆さん。こんなの挟んでるとかですね、揚げたものを挟んでるとか、そういったまあコンビニ、マックとかの商品をやっぱり見てる。そうですね、あとは例えば新商品出した時の割引クーポンも見ます。例えば単品で20円下げてるとかっていうことであれば、それに合わせた方がいいんじゃないかとかっていうのは考えなくはないですよね。クーポンっていうのはすごい効果的なんですか。ファーストフードは基本的にはクーポンがないとなかなか集客が難しいですね。バリューマーケティングって言って、やっぱ安くないとお客様呼べないですよね。だから KFC なんかもランチを始めて客数増えたって言いますし、それはまあ税込みで500円からですからね。今まで考えなかったですよね。なのでバリューっていうのが非常に重要ですので、バリューが出せるような商品がないとなかなか厳しいっていうのがありますね。優勝の中で、まあ、どんな人がいるのかっていう話でいうと、新卒、既卒のなんか割合でいうとどんな感じなんですか。多分新卒はもういないんですよね。で、まあ、中東ですよね、はい、中東でやっぱりキャリアがあって、あるポジションが空いたら募集をしてっていうような、あとは知り合い、リファラル採用っていうかも多いんだと思うんですね。全体で何人ぐらいの人ですか。多分今もう30人ぐらいしかいないんじゃないですかね。じゃあそのくらいの規模になると本当にリファラルで。リファラルですね、はいはい、募集費ももったいないですし、募集して面接しても、っていうのがまあ少なくないですから新卒から応募自体は来るんですか。来ないですねかつていたんですけども、もういなくなりました。一人なのかな。この有名さで一人なんですね。まあ、直営店が少ないっていうか、新卒取っていろんなその機能別のところに入れてもっていうのがあるんですよね。アメリカが本社なんですよ。はいはい、そうですね。そのアメリカからこういった商品をやってくれみたいなのあったりするんですか。それはあるんだと思うんですけどね。世界的に物を調達して出すっていうものもありますし、でも基本的にはそのそれぞれのマーケットに任されてるんですよね。日本なら日本、韓国なら韓国で自分たちが考えろっていう、あまりアメリカに構わないっていうのが基本ですね。じゃあその日本のまあそういったエリアマネージャー的な人たちが、まあ店舗だとかまあそういった商品のところを考えてやってるっていう。そうですね、商品はマーケティングの人間が考えて、商品開発部っていうのがありますので、そこで考えて開発してます。年収について伺いたいんですけど、サブウェイの社員さんの年収、新卒いないってことなんで1年目っていうよりかは既卒の方になると思うんですけど、大体どんな。多分あの部長クラスで900万前後だと思うんですね、年収でいうと。ですけども課長で700万台ぐらいとか。一番若い人で今何歳ぐらい。若い人だと30前後ぐらいじゃないですかね。若い人でそんぐらいなんですよね。20代いないんですか。あんまりいないんじゃないですかね。で30前半で課長というポジションなんですか、役職。
30代前半ではいないんですかね、係長的な一般的なところで、まあ、多分それで500万台とかじゃないんですかね。チェーンとしてそんなに儲かってないんでですね、なかなか給料にもっていうのはあると思うんですけどね。部長でやっぱり40歳ぐらいですか。年齢的にはやっぱそれぐらいになっちゃいますね。何歳でもいいんですけどね。部長を終えたらどういった役職になるんですか。その先なかなか見えてこなくてですね、あんまり考えられないんじゃないですかね。大体皆さん部長でこう終わってるというか、ですね、まあ、本部長っていうのもあるのかもしれないですね今は。ただ本部長っつっても人数が少ないですから、本部っていうほどの本部でもならないと思うんですよね。基本的に中途で商品開発の部署に入ったら、基本的にはもうずっと商品開発ですよ。あ、そうですね、その持ってるスキルとノウハウを持ってきてそのまま磨いてほしいっていう、他やってっていうのはないでしょうね。男女比率とかいる、男女、女性の方が多いんじゃないですかね。もうマーケティングはほぼほぼ女性じゃないですかね。フランチャイズ、まあ、オーナー集める、まあ、営業とかは男性が多い。男性の方が多いですね。性別、年齢は全く関係ないと思いますけど。社内で飲み会とかあるんですか。飲み会は昔はこうありましたよね。一つばっかのやっぱり社員っていうとそんなに仲良くないイメージがあるんですけど、もともと大手のアルコールのメーカーが株主でしたから、はいはい、そこ関連のお店に行って、はい、ビールやウイスキーを飲めば親会社にも貢献できるっていう飲み会は非常に盛んですよね。今はまあちょっと落ち着いて、今はまあオーナーシップ変わりましたのでそうはなってないんじゃないかと思いますけど、かつてはまあ役員もね出向の人ばかりでしたから、その人たちは親会社に対してっていうのがあるのかどうか分かんないですけど、飲みに行くっていうのはいっぱいありましたね。今はじゃあちょっとその社内の雰囲気としてはそんなに仲がすごくいいとかじゃなくて、もう仕事は仕事って、多分仲がいいと思うんですよね。本当少ない人数なので、逆に仲悪くなっちゃうと見づらくないっていうそういう意味ではまあみんなその働きやすい環境を自分たち作るっていう意味では仲良くした方がいいっていうのはあると思うんですよね。ただやっぱりその期待に応えられないとだんだんやっぱ当たりが強くなってきて居づらくなるってありますよね。そんなこともできないのとか、そんな知らないのとか、できないのみたいになっちゃうんで。ちなみにサブエさん中途組が多いっていうことでしたけど、皆さんなんかどういう気持ちでやっぱり入社される方が多いんですか。サブエっていうブランドが好きとか、それブランドを広めたいとか、それからブランドから受け取るイメージ、まあ、自由だとか成長だとか明るいとかっていう、なんかそんな雰囲気も会社の中にあるんではないかなと思って入ってこられるんですよね。新井さんご自身もサブウェイのブランドに惹かれて入った。ああ、そうですね、ググッと成長すると思いましたので、まあ、自分の成長とともにブランドも成長させたいっていうのがあったので、やっぱりあの看板を見ると出店成長っていうのがこうグッと印象として受け取るんですよ。ちょっと今はね停滞してますけど、そういったブランドをやっぱりこう担いで一緒に成長していきたいという方々が、まあ、多かった。ああ、そうですね、やっぱりあのアメリカのブランドで働くっていうとやっぱりすごく合理的で公平なんですよね。頑張った人間は評価されますし、頑張らない人間は評価されない、それからやっぱ成長に寄与した人間は評価されるし、寄与しない人間は評価されない、それからアメリカでいろんな仕組みを作ってきてですね、分かりやすいんですよね。どうすればいいのか、どうしたらダメなのかって分かりやすいんで、働きやすいんですよね、すごく。分かりやすいっていうのは、例えばなんか店舗的になんかうまく売り上げが落ち込んでるときはなんかこうしろみたいな、そういうノウハウがあるっていう。ノウハウはですね、実はあんまりなくてですね、それぞれの国で考えろってことなんですよね。まあアメリカの成功事例みたいなのはあるんですけども、それはまあなかなか日本ではね応用は難しいので、分かりやすいっていうのはマニュアル的なものはまあアメリカで作って日本に持ってくるんで、どうしたらいいかっていうのはもう見りゃ分かるんですよ。で、日本のまあ中小飲食企業みたいに自分たちで考えて組み上げていくってことはないのでですね、で見ればそのバインダー何冊か渡されて、はいどうぞって言われても多分もう次の日から働けるっていう、そんなイメージですよね。日本は日本でこう働かれてるっていうことだったんであんまないかなとは思うんですけど、外してやっぱりこう結構評価されなかったらクビとか、実際サブエさんはどう。あ、それはありますよね。 あるんですね、やっぱりアップアウトですよね。成長するか外に行くかって、その2つしかないんで、停滞していて残るっていう選択肢はないので、頑張るか頑張れないとよそに行くかっていうのは、これはもうそういうプレッシャーはありますよね。外資の金融みたいに急にこう肩ポンポンみたいな感じする。それはポジションの高い人はありますよね、はい、だからサベイでの話じゃないですけど、まあ、午前中いた人は午後にいなくなったりとかっていう、まあ荷物は後から送るから荷物構わなくていいからもう帰ってくださいみたいな、ありますよ、ありますよ、今から組みしに行くからみたいな。何をやらかしてそう。まあいろいろ累積なんでしょうね、はい、成果が出てないなって人はそういう風になっちゃう。緊張感は常にありますよね。大体やっぱ半年ぐらいで評価が決まってくるので、半年後にみんないるかっていうとそうでもないんで、その時々で最適なチーム編成なんですよ。その時の最適じゃない人間はいらないんですよ。厳しい。ここのところでもうちょっと頑張ってねってないんですよ、まあ、あなたには活躍の場がないのでお考えくださいってことなんです。じゃあ結構1年経つともうメンバー変わってるみたいな。あります。あ、
そうなんです、うん、経営計画に基づいて、まあ、その年のパフォーマンスに応じて翌年何か変更があるのであればメンバーを変わることがあります、まあ、それはもうポジションの高い人からですけどね、責任があるのでですね、まあ、それに伴って本部長が変われば好き嫌いがありますから、あいつとはやりたくないとか、あいつの方がいいとかってなってこうシャッフルされることはありますよ。30名ぐらいって聞いたんで、割となんかみんな和気あいあいしてると思ったら結構緊張感あるかも。緊張感ありますよね。やっぱり日本の伝統的な会社みたいにお前も大変だけど頑張れよなってないですからね。頑張れないんだったら考えればっていう話ですからね。わかりました。じゃあ今日はですねこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。